これだけの人が来るっていうことは誰かしら答えを持ってくるので、あの夕方の答え合わせっていうのが楽しみになってます、自分と違う答えを持ってきてあ、その方法があったかみたいな。魚に聞いてください、ね、あとは、まあ、好き好みじゃないですか。あ、みんなが連れてでもその人に合ってるか合ってないかっていうのもあると思うんで、一番よく使うのはOSB ですね。OSB OSB ですね。ドライブシャットですか。ドライブシャットですね。ドライブシャット、ドライブスティックですね。色もやっぱりピンクとか。ちょっと春はみんなエッチな気分なんでピンクにしてみました。あとは大事な魚の気持ちを考え、ああ、そうですね。やっぱ人間も一緒ですけど、まあ俺は年中ピンクですけど。あそこで色変えればね、また違うかもしれないし、はい、結構気分屋なんでコロコロローテーションして一番反応のいいものを探していくっていう、その方が人も飽きないですもん、はい、これ糸細いですね。糸は今日は全部4ポンドですね、スピニングは。なるほど。だいたいいつもそれぐらいですか。あ、まあ、猪苗代は4以下は持ってこないですね。木原行くときは3とか使います。バーブレス加工、みんな返しペンチで潰したりしますけど、はい、やっぱそれよりも全然削った方が、はい、自分は削る派ですね、あの船の上で削り忘れたのがあれば、即席でペンチでやっちゃったりするんですけど、結構ペンチでグリグリやっちゃうと、あの軸を弱めちゃう、で金属疲労を起こして弱めちゃうっていうのと、あとはこのバリの大きさを加減できないんですよ。ちょうど今これサンプルあるんですけど、ね、5月6月は沼に入って、はい、7月8月の桜のエリアに嫁いで、嫁いの飛ばすのはこのまま夏とかだったらその辺見えそうですよね、うん、今はちょっとあれですけど、たまに数個の時は下手したらもう一日中駆けずり回ってダメだダメだって夕方ここでやっと釣れたっていうバイバリ、ここがいなんでダイソーで売ってるんですか、ね、ダイソーで、はい、800円で売ってます、あ、これ自分の YouTube にも載ってるので後でご覧ください。一番最初に投げるのは、最初に投げるのはフルスイングですかね。これですか。はい、それで触ってきたのに対してなんか芋だったりミノでフォローするっていう、そういう感じ。ノーシンカーですか、これ。これノーシンカーです。結構沈めて巻くんですか。いや、これは結構表層気味ですね。水面か10センチ、20センチぐらい。沈めるときはハートテールとか、あとドライブシャット、スモール結構芋強いですよ ね、 ね、あの林先生言ってますよね、芋でしょ、芋でしょ。まあほぼ毎週出てますね。でここがちょっと風強くて出れないときは裏番台に。だって両方の選択肢があるのがこの福島県の魅力なんですよ。もっと暖かくなってくると岸からはなかなか難しいんですかね。まあ深いところに行っちゃいますね。あ、そうですか。岸際に残るのがあの小さい個体だったり。釣れた？どこで？もうサイズはヤマメ。ヤマメ。あ、ヤマメまで。うん。ビビったっすね。僕は骨だと思って身の投げで。まあラインを通して魚の気持ちを感じ取ることですね。ジャストフィール。多分どこに入る？多分お見舞いかな。お見舞いだとやっぱり、その投げの高い低いによって、頂点によって、濁りも頂点によって。濁りあって、やっぱ波あれば、チャタベとスピラベとクランクの波を付けたから、あとスローでもこんなベタ波だったらば、もうやっぱ 2.5 インチ、3インチ、あ、3インチのストレートとかやります。なるほど。ベイトが、はい、あ、僕は今日は何も出ない。ちょっとまあ、岸からやろうかなと思ってますけど、大体何メーターぐらいのとこ狙うんですか。やっぱ浅場ですね。2メーター以内とか。これから8月、9月、10月になってくともう体力もパンパンになってくるから、もう10メーターライン。なるほど。何もない。でかいのは。あの小さいのはもうこういうとこにエビがいっぱいいる。深いところ余ってくるから、それ食いね。小さいのはやっぱでかいのはやっぱ体力も持たないのかな。やっぱり魚食い、ね。あのここの若さにでかいから何センチくらい。すごい。そんなんすか。それを追っかけてるんですかね。浮いてくるから。釣り人のマナーも良くなって、悪質な釣り人もいなくなって、
平然とした岩外になっております。釣り場の環境をこう日々守っていただいているということで、お疲れ様でした。